ハレルヤ今日私はヨハネ3章一節から五節の御言葉を通して水のバプテスマと精霊によるバプテスマという題目で御言葉を語りたいと思います今日はペンテコステ精霊降臨説であります五巡説です五巡説は教会の誕生日とも言えますね首都行伝2章を見ると五巡説の日にイエス・キリストの弟子たちが 集まって祈る中で精霊に満たされ力を得て全世界に出ていて福音を述べ伝えましたその始まりがこの日であります今日の本文を見るとイエス様にこう言いましたねイエス様は人が水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと語られました 人は水と御霊によって生まれなければならないと。ニコデモという人がいましたね。イスラエルの役員でありました。パリサイ人であり、サンヘドリンという国会議員のようなそういう人です。ですから、賢い人ですね。教師です。その人の質問を見てください。生まれれなななければならないと言った そのことを言葉を聞いて、老年になって、年を置いて、どのようにしてまた生まれることができますかと、もう一度母の体位に入ることができますかと語っているわけです。イエス様のその御言葉を悟ることができませんでした。私たちはイエス様を信じて、悔い改めて、罪の許しを受けてから精霊による。 バプテスマを受けていいいるるからこそ私たちが今ここそ私今にいると思います人はですね、この世の中で、えー、とても尊い存在であります。一番特別な存在が人,人間です。神様は神様の御霊を与えると約束されたのは人間しかいません。アダムを創造されたとき、 その命の息を吹き入れられました。それが精霊です。神様の霊がアダムに入ったわけですね。しかしアダムは不従順し、罪を犯し、堕落したためにその精霊がな、えー、くなってしまったわけです。離れたわけです。精霊というのは清い霊です。神様の霊は罪と共にあることができないものであります。ですから、 アダムが堕落した後に全ての子孫はまず水のバプテスマを受けてその次に精霊のバプテスマを受けなければいけなくなったわけです。それが聖書で語っている内容です。なぜならば水の精霊、水の洗礼、バプテスマはマルコ1章4節を見るとバプテスマのヨハネが水のバプテスマを与えましたよね。 このマルコ1章4節を見ると、罪の許しのための悔い改めのパプテスマを伝えたと語っています。ヨハネが与えたこのパプテスマは何かというと、罪の許しのための悔い改めのパプテスマ、洗礼だと語っています。ですから、水のパプテスマというのは、罪の許しを与えるものなんですね。その水の洗礼を、パプテスマを受けなければ、洗礼を 受けることはできないということです。使徒行伝2章38節を見ると、ペテロが言いましたね。悔い改めなさいそして、それぞれ罪を許していただくために、イエスキリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として、聖霊を受けるでしょう、うと語っています。順序が記録されていますよね。まず、悔い改めることによって、罪の許しを受けて、その次に、聖霊を えー、賜物として受けることができると語っています。ですから私たちは必ず罪の許しを受けるこの水のバプテスマを受けなければいけません。ですから聖霊によるバプテスマは、えー、罪の許しを受けた者に与えられる神様の恵みです。神様の賜物です。罪の許しを受けた者にだけ与えられる。 たまものが聖霊によるバフテスマなわけです。ですから私たちは必ず悔い改めて、イエス・キリストを信じて、その血潮、えー、によって私たちは罪の許しを受けなければいけません。ただ、教会に来て、この教会にも文化があるわけですよね。教会に来れば、牧師性が、 メッセージを語るときに、アーメンしなきゃいけないとか、ハレルヤとか、兄弟姉妹と呼んだりだとか、そういう教会の中で使う文化もありますよね。そういう文化も必要になりますけれども、それで救いを受けるわけではありません。教会に通うからといって、救いを受けるわけではありません。1年、2年、3年、教会に長く通えば通うほど、他の人たちのように、 信仰生活をすすることになりますしかし重要なのは自分自身がしっかりと信じて罪を告白し悔い改め全てその罪の許しを受けなければいけませんそうするときに罪の許しが与えられきれいになった中に精霊が与えられるわけです精霊が私たちをまた新たにしてくださるわけですそう,いう 体験がなければ救いを受けたということはできません。ですから、キリスト教は体験の宗教です。体験する宗教。ただ耳で聞くだけ、そういう生活をするだけで救いを受けるのではなく、私たち自身が、自分自身がイエス・キリストに出会い、精霊を受けて、新たに生まれ変わるそういう体験がなければ、救いの働きがなされることはないわけです。 ですから、聖霊を受けた信徒は、この世の中で一番尊い存在となります。私たちがもう学力があったり、お金があったりとかではなく、聖霊があるかないかが重要なわけです。聖霊は神様ご自身です。神様ご自身、聖霊がいる存在、聖霊を受けた存在がとても重要な、尊い存在となるということです。 しかしこの世の中には偽物が多くいます。外見から見ると人間に見えるけれども、その中身は人間ではないわけです。神様の霊を受ける存在として作ってくださったにもかかわらず、その中には神様の霊ではなく罪によって満たされているわけです。そういう人はどのような人ですか例えば、 えー、皆さん、あんこのパンを買ったと、えー、考えてみてください。あんこのパンあんかの。あんこのパンを食べようとして口に入れたんですけれども、中にあんこが入っていません。それはあんこのパンではないわけです。ただのパンなわけですよね。おいしくないパン。もう一回食べてもまたないわけですあんこが。あんこが出てきません。中には何も入ってないわけです。お金を払うときは、 あんこのパンを買ったんですけれども、その中にあんこが入ってなければ、それはあんこのパンではないわけですよね。偽物なわけです。同じようなことなんですね。精霊のない人はそういう存在です。ですから私たちは必ず精霊によるバプテスマを受けなければいけません。その精霊,に精霊を受けるためには、まず先に 水の洗礼を受けなければいけないということです。だからイエス様を信じて悔い改めなければいけません。それがキリスト教の最初の一歩なわけです。では洗礼、聖霊はどこから来ますかまず一つ目に、父なる神様から来るのが聖霊であると語っています。ヨハネ15章26節を見ると、 私が父の元から使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について明かしますと語っています。ここを見ると、父の元から使わす助け主であると、父から出る真理の御霊であると語っていますね。ですから、精霊というものは父から来るんです。父から。またその逆に、ある箇所では精霊は、えー ミコであるイエス・キリストから来ると語っておられます。ヨハネ16章7節を見ると、えー、私は真実を言いますと、私が去って行くことはあなた方にとって駅なのです。それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わしますと語っています。この私というのはイエス様ですよねイエス様。 イエス様が弟子たちに私が去っていくことがあなた方に益だとその理由は去っていけばイエス様が精霊の助け主をあなた方に送るからであると語っていますですから父なる神様からも来ますし御子なる神様からも来るものであるということなんですねこれはどういうことかというと 聖霊は父、ミコに近づかせる役割をするということです。聖霊を受ければ、聖霊を受ければ、父なる神様も受け、またミコなるイエス・キリストを受けるのと同じだということです。例えば、イエス様がこの世の中に来られて、そしてからまた手に昇られました。 弟子たたちは悲しんででいたわけです。全てを導いてくださった方がもう目の前から亡くなりましたその結果誰が大きいかと誰が偉いかと言っていましたよねペテロはまた漁師に戻ったりしかし精霊が宿った時にはどうなりましたかもっと力を得て信仰を強められて 命をかけて福音を伝えるものとして変えられました。どういうことかというとイエス様が人として私たちの目の前にいた時は大きな存在だったんですけれども今見えなくなった時はその空席が大きく感じるわけです。しかしその空席を満たしてくださるのが精霊です。ですから精霊の降臨精霊の満たしというのはイエス・キリストの霊的な臨在であり イエスキリスストの継続的な臨在ですイエス様が、えー、人の形として私たちの目の前に見えなくても精霊によって私たちに満たされたことによって共におられるわけです。世の終わりも同じです。再臨される方は再臨される主は父なる神様の栄光として来られると語られています。 その父なる神様の栄光の主も父の霊を持って父の霊を信じる者に与えられるということです。そうするときによって私たちと主が一つとなることになります。目に見えなくてもいつも私たちと共におられるわけです。永遠に私たちの中に来られるとおられるということです。しかしその反対に聖霊を受けなければイエス様が100回、 この地に来られたとしても、その人とは全く関係のないわけです。イエス様が来て、また登られたとしても、自分、信じない自分と何の関係がありますか自分とイエス様とえ関係がなければ意味がないわけです。しかし、そのつなげる、そのイエス様と私たちをつなげる役割をするのが精霊です。 その精霊を受けることによって私たちは神様と共に永遠に生きることができるようになるわけです。ですから精霊を受けた人はその精霊がその受けた人を主に貸してくださるわけです。ですから精霊はその人をですね主のようにしてくださるわけです。主に似た者として主の子供として主に 似たものとしてて変えてくださるわけです父なる神様に似るものとして子供を産んだのに父に似ていないとしたらどうなりますかそれは問題があるわけですよね。横のおじさんに似てる子供が出たらそれはおかしいわけです。息子であるならば神様、父なる神様に似るべきなんですよね。 父なる神様の霊が私たちにあれば父なる神様の姿に変えられていきます。神様の姿へと変わっていくわけです。それが精霊の役割です。しかしアダムは堕落してその霊が離れました。堕落した後、その精霊を受ける人が出てくるまでその精霊をどこに保管されたのかというと、御言葉の中に この聖書の御言葉の中に保管されたと語っています。ヨハネ6章63節を見てください。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命ですと。とイエス様がくださったこの御言葉の中にイエス・キリストの霊と命が秘められていると語っています。また第2手モて3章16節を見ても。 聖書はすべて神の霊感によるものであると語っていますね。神の霊感。このギリシャ語を見ると、テオプヌストという単語なんですけれども、これはどういうことかというと、神様の息、神様の呼吸、神の霊という意味です。ですから聖書はすべて神の霊によって記録されているものだと語っているわけです。ですから聖書の中に神様の 霊があるとということなんですアダムを創造された時に命の息を入れられたようにです、ね、この聖書の御言葉の中に神様の霊を秘められていますですからこの御言葉の前に来て御言葉を信じて学ぶ時にその中から神様の霊を受けることができるということなんです2000年前 イタリアのローマにコルネリオという人がいました使徒,パウロにあ使徒ペテロに、えー、聖書の学びを受けるときに聖霊が下されましたね使徒行伝10章44節を見るとペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき御言葉に耳を傾けていた全ての人々に聖霊が下ったと語っています聖霊は 御言葉に耳を傾けていた人々に与えられたわけです。ですから、今日もここで御言葉を聞いている皆さんに、精霊が宿る祝福が与えられることを忍び名もって祝福します。では、精霊が行われることは何でしょうか精霊は何を働かれるでしょうかまず1つ目は、今日の本文のように、精霊は、えー、新たに生まれ変えさせます。 新たにするわけです。完全に新しい人として変えられるわけですね。私たちの教会、本教会の韓国にですね。行くとソウル以外にも多くの研修員があります。源田先生が研修員を買って、その控除をするたびにですね。ある人はこうやって聞きました。例えば建物を買ってですね。 その建物の骨格だけを残してその中身は全て新しくします下水道のパイプもですね新しいパイプに完全に変えるわけですですからある人が聞いたんですねなぜこのようにするんですかと向上するんですかと聞いたらですねこの建物が私たちだと語られました神様は私たちをこのように直してくださるんだと どうやってですか私たちの外見はそのままなんですけれども、その中身を完全にきれいにするわけです。新たにするわけです。それが精霊の働きだということです。聖書では神様は外見を見て判断される方ではないと,いうこと語っておられます。それは精霊の,精霊の宿った信徒は私たちの中身が新たにされているからです。 私たちは外見で判断してはいけません。私たちは人を外見で判断するのではなく、その中を見ておられる神様のように、信仰によって、その人の中にある行動を見て、また言葉を見て、精霊がいるかいないかを見て判断するべきなわけですよね。また2番目に精霊は主と告白させます。 聖霊はイエス様を主と告白させます。第一コリント12章3節を見ると、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできませんと語っています。聖霊によらなければ イエ,スはイエス・キリストは主であるということを言うことはできないと語っていますね。聖霊を受けたからこそ信じることができ、イエス・キリストを主だと語ることができると語っています。また3つ目に、聖霊は私たちが神様の子供であることを証明します。相続者になるためには必ず証拠が必要ですよね。 大きな財産を受けるとしましょう。何の証明もなく、ただお金をくださいますか受けることはできません。私たちにも証拠が必要です。その証拠が聖霊なわけです。ローマ8章16節を見てください。ローマ8章16節を見ると、私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに明かししてくださると語っています。ローマ8章16節です。 御霊ご自身が私たちの霊とともに明かし,してくださるわけです。精霊が証,拠証明してくださるわけです。この人は神の子供ですと明かし,してくださるわけですね。またローマ発祥14節を見ると神の御霊に導かれている人は誰でも神の子供ですと語っています。神の御霊、精霊によって導かれる者は誰でも神の子供なわけです。ローマ発祥14節です。 聖霊様が来て、あちらに行きなさい、こちらに行きなさいと、その導かれるままに従順して歩む人は、えー、神の子供だと証明してくださるわけです。ですから私たちは聖霊に導かれるままに従順して歩むものとならなければいけません。また4番目に、聖霊は保障してくださいます。元牧先生はよく語られましたよね。 えー、人間関係において保証してはいけないと語られました。それは、えー、守らなければいけません。よく覚えておいてください。人はですね、裏切ることもあります。いくら仲が良くても保証しないでください。しかし、保証してくださる方が一人います。それが精霊です。第2コリント1章22節を見ると、神はまた、 確認の因を私たちに押し保証として御霊を私たちの心に与えてくださいましたと語っています。保証人となるということは、その人を自分が責任を取るということですよね。何か間違ったら自分がその罪を償い、借金があればその借金を返してくださること、返すこと、それが保証人です。しかし人間はそうやって責任を取ることはできません。しかし、御霊は、精霊は、 その保証人となるために私たちに与えられたと、来られたと語っています。精霊が私たちの中に宿って、いくら罪を犯しても、取りなしの祈りをしてくださり、それをまた許してくださり、私たちの全てを責任を取って導いてくださるわけです。私たちは信仰生活をする中で、自分の力では最後まで完走することはできません。 しかし、聖霊様によって、私たちはその人生の歩みを最後まで完走することができるようにしてくださるわけです。祈りが出ないとき、私たちの代わりに祈ってくださいます、聖霊様が。この保証というのがギリシャ語でアラボンという単語です。これはどういう意味かというと、頭金という意味です、頭金。家を買うときとか、頭金を払いますよね。 それがこの保証というアラボンという単語の意味です。神様は私たちを、えー、その神様のものとして買い取るためにですね、頭金として御玉をくださったということです。この人はもう私のものだと。ですから触るなと。私はもう頭,頭金支払ったと。そうやって言うのと同じなわけです。ですから確実なんですね。 心配する必要がありません。神様が私たちを最後まで責任を持って守るという証拠がこの皆さんの中にある精霊であるということを皆さん信じてください。結論的に、精霊は私たちを神のご性質に預かるものとしてくださいます。精霊は私たちを神のご性質に預かるものとしてくださいます。 聖霊というのは三味一体の神様のうちの一つです。聖霊は神様です。神様はご自身です。父は御、御河、御霊。その御霊が私たちの中にいるということは、私たちがその神のご性質に預かるもの、神の性質になったものとして変えてくださるということです。第二ペテロ一章四節に、その栄光と徳によって、 たっとえ素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためですと、第2ペテロ1章4節に記録されています。世にある欲のもたらす滅び,の滅びを免れさせると。世の中はすべて腐ります。朽ちるものです。しかし、 そういうところから免れさせて神のご性質に預かるものとして尊いものとして私たちを変えてくださると語っているわけです。聖霊を受けた神の形にかたどった人というのは宇宙万物の中で一番尊い価値のあるそういう存在であることを聖書は語っています。それが私たち皆さんであることを信じてください。 皆さんがそれほどとても重要な、尊い、貴重な存在なわけです。しかし、なぜ私たちは自分のその暮らしをですね、自分の人生をお金に変えたり、また罪に変えたりしているんですか私たちは世の中に習ってはいけません。私たちは神の御霊が宿る者として、清い者とならなければいけません。 唯一神様の御霊が存在される臨在されるものとして器として私たちを人間として作ってくださったわけですこの世の中に多くの人がいますけれども私たちを選ばれて精霊の宿る聖殿としてまた精霊の宿る器としてくださいましたですからこれからは感謝する心を持って精霊による導きに従いながら歩むことによって 聖霊が私たちをあなたはまことの神の子だというそういう証拠を受ける皆さんとなることを主の御名を持って祝福します祈ります愛する地なる神様感謝いたしますこのように、えー、尊い主の火を私たちを私たちに与えてくださり神の宮にすどり霊とまこととをもって礼拝を捧げることができるよう恵みを導いてくださることを感謝いたします 多くの人が世の中にいますけれども私たち一人一人と共におられ私たちを選ばれ私たちを神の御子,と御子として精霊を与えてくださることを感謝いたしますいつも御言葉を受け一生懸命学びまた祈りながら精霊に満たされたものとしてどこに行くにしても何をするにしても 精霊の導きによって従順して歩む信徒となることはできるよう導いてください精霊による保障が満たされ私たちの中に神様の栄光が現れ多くの祝福を受けることはできるよう導いてくださいまた職場や学業やまた働く時何をするにしても祈りながら精霊による導きに従って 歩むことによってすべての道が開かれ万事が益となる祝福勝利の祝福が与えられるよう祝福してください天の知恵を与えてくださり真理の御言葉によって満たしてください偽の霊ではなく神様が与えられる分別力を持ってただまことの神様の御心に従い神様の御霊によって歩むことができるよう導いてください 勝利に導いてくださることを信じて感謝し、イエス・キリストの皆によって説明をお祈りいたします。アーメン